ふにふにマスコットを見ていきましょう。シークレットがあるけど、多分モルペコの腹ペコだと思うんだよね。まず行こう。1回目はワンパチ。あれ、これ剣があるかな、紫っぽい。とりあえず回そう。3つ目は誰かな、マルペコ満腹模様。4つ目、どうしな、これはニャースのガラルの姿。やばい、5回目です。あれだ、ピカチュウ来た、やった。そしたらあと1回回そう。6種類だからこれでぴったり来たらいいな。なんだ、やばくない、これじゃない、シークレット。ということで、なんか揃ったかもしれない。やったね、ストレートかどうかは分かんないか、ゲンガーかどうか分かんないもんね。じゃあお家帰って見てみます。はい、ということで6回回してきました。果たして6回で全部コンプできたんでしょうか、見ていきましょう。なんとなくね、シークレット2個か、コンプリートかどっちかって感じではあったんですけれども、いまいちねよく分かんなかったので見ていきます。まずは分かりやすいのから開けちゃいましょう。ピカチュウ、かわいい。はい、ふにふにマスコット、あ、ふにふにしてる。食玩のソフビよりももうちょっと柔らかい感じで、でもピーピー音はないソフビって感じ。あー、かわいい。サイズ的にも意外と大きくって、カプセルいっぱいぐらいの大きさでぎっしり入ってました。かわいいじゃん。はい、続いてはどれからいこうかな。じゃあ紫残して残りのから開けちゃおう。これはワンパチですね。はい、最近あのチョコエッグにもラインナップされてましたし、何かと出番が多いワンパチですが、今回は舌を出したバージョンなので、あ、でもかわいい。なんか物によってはワンパチ舌出したバージョン結構怖いようなね顔つきの時もありますが、こちらはかわいいです。目もキラキラしてて、まっすぐこう舌がちょこっとね出てるような感じなのでとってもいい。はい、空気が出てる感じはありますね。はい、ワンパチ。続いて黄色もう一個開けていこう。これは、あ、モルペコの満腹模様です。モルペコ満腹模様も可愛いからいっぱい出てますよね。はい、イクラ卵の絵とかにもラインナップされてますし、もちろん食玩にもたくさん出てます。はい、モルペコ満腹模様本当に可愛い。あ、ピカチュウに似てるって言われればね、確かにって感じなんですけれども、まあこのね色合いやフォルムが可愛いんですよね。はい、続いてはこれ。これは、あー、ガラルの姿のニャースかな。ちょっとこれは独特。アローラニャースはなんかこう、ちょっとね、貴婦人っぽい感じなの、ツンケンした感じのだったんですが、ガラルのニャースはもっしゃりしてます。はい、ニャース、ガラルの姿、すごい毛いっぱい生えちゃったみたいな。後ろから見ると、まあ、色はあれですけれども、ニャースだなって感じなんですけど、
前から見るとなんか角っぽいのはあるし、もっしゃもしゃだし、なんか不思議な感じ。もんじゃらとかね。あ、もんじゃらにもっとうねうねしてるか。なんかもしゃもしゃしたのいましたよね。はい、そしてこちらはシークレット。かわいい。モルペコ、ハロペコ模様になります。まあ、フォルムから見てね、これしかないでしょって感じではあったんですが、一応ね、気になっていたので。メルタンとかの可能性もね、なきにしもあらずなので。はい、頑張って狙ってみました。こちらが腹ペコ模様で、満腹模様はこうなります。ポーズが可愛いですね。手を上に上げて、うがーみたいな感じになってます。こちらも、食玩とかでもたくさんラインナップされてますけれども、今回はね、ちょっと、表情だけじゃなく、アクションも入ったような、手を上に上げたようなポーズでした。はい、かわいい。はい。で、問題のこれですね。問題のこれ開けていきましょう。さあ、何だったかな？ジェンガー！ということで。はい。見事、一発コンプです。6回回して順に出てきてくれました。これは多分、きっと入れてくれて一番初めのやつだったのかな。で、店員さんがすごくいい人で、きっと順番にこう一つずつ別なのを入れていてくれたんでしょう。ということで、見事コンプリートできました。嬉しい。これはね、シークレットが出るまでと思ってたんですけれども、欲が出ちゃいました。無事コンプリートできて本当に嬉しいです。よかったです。店員さんありがとう。まあね、並べたところとか入れたところは全く見てないので、たまたまって感じなんですけれども、発売日とかにね、見つけることができるとこういう運のいいことが起きるかもしれないので、ぜひぜひガシャポン売り場もチェックしてみてください。はい、というわけで今回はガシャポンポケモンフニフニマスコット全5種プラスシークレット1種、こちらを回してみました。いかがだったでしょうか？では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。